1985年の奇跡は、井原らし高久女の小説である、双葉社官。1985年を舞台に高速と成績を、史上する東京の小金井公園高校の弱小野球部が一人の天才球児が転校したことを機に、甲子園出場を目指したことから成長し、その後一つの奇跡を起こすまでを描いた青春小説。1985年。 東京でガチガチに制限された小金井公園高校野球部9人は、おにゃんこクラブに熱中し、部活に励むことなく、遊びにかまける日々を送っていた。だが、ある時、キャプテン、岡村浩二の中学時代の友人で、天才プレイヤーの沢渡り初日が小金井公園高校に転校してきた。肩を故障したという沢渡りを入部させた。 野球部だが、ひょんなことから、沢渡りの肩が治っていたことを知り、甲子園出場が現実になるかもという期待を抱く。そして、沢渡りは、地区予選1回戦から強豪校を下し、順調に勝ち進んでいく。だが沢渡りには、ある秘密が隠されていた。野球部は準決勝の相手である、牧山高校に、沢渡りの秘密をついた、卑劣なやり方で勝利を逃してしまう。 そして、学校側にも、その事実は、知れ渡り、沢渡りが野球部を退部し、野球部は2学期までの活動禁止という形で事態に、決着をつけた。だが、このままでいいのかという思いと木山に勝ちたいという、思いが、野球部を動かした。野球部たちは沢渡りを再び招き、マネージャーの金沢真美が通う私立、西恩寺女子学院のソフトボール部の協力を得ながら、 一夏の猛特訓に励んでいく。そして二学期が始まり、秋の地区予選。そこで野球部たちは、ある一つの奇跡を起こしていく。ありがとうございます。